こんにちは。セブンイレブンとファミリーマート、ローソン、三大コンビニで全部働いたことがある下町のワイン番長、ディスイズ小林です。それでは皆さん、というか僕が待ちに待っていたクロード・デュガ2021、この前ね、白紹介してますけど、まずはブルゴニルージュから終わって、赤はルージュからブルゴニルージュ、小粋のブルゴニルージュからジブレ・シャンベルダン、存命ですね、プルメークル、グランクルとデュガさんって持ってるんですけど、蔵で樽熟のやつを全部飲ませてもらってるんで、なんとなく味の予想はつくんですけど、正直ね、樽熟成の味わい飲んだだけでもうすでに出来上がってた。その前にですね、クロード・デュガの紹介ちょっと持ってきます。散々今まで語ってますって感じ。18、他のシルバンパタイとか他のドメルさん見るときに、非常にやっぱり暑い年だったっていうのが特徴で、やっぱね、暑いと単にブドウの皮が厚くなったりとか、まあ非常に凝縮されてるってだけ聞くと、やっぱ長熟なイメージってあると思うんですけど、デュガさんはですね、超絶エレガントに作る作り手なので、これは今意外にバランスよくいけるんじゃないかなと。17年はですね、実はうちのソムリエ鈴木が飲んでまして、でちょっと日本に来た時の写真をパッと出すんですけど、デュガさん曰く非常に難しい年だったと。でちょうどね、ジュブレがシャンベルダンだけ飲んだ時に梅干しを食ったような感じな感じだったんで、いやこれはもう下手したら10年ぐらい寝かさないとってレベルだったんで、まず歴史ですね。デュガさん、ジュブレシャンベルダン、プルメクルとか持ってるんですけど、がメインの、作り手さんになりまして、このクロードデュガと、あとジブリオットっていうね、ネゴシアンブロムのワインも手掛けてます。でジブリオットのワインもジュブレシャンベルダンのブルゴーニュのうちは取り扱いがございます。今6世代にわたってずっとワインを作り続けてる生産者で、ね、このラベル見たら多分ブルゴーニュ好きな人とかワイン好きな人は見たことあると思うんですけど、これがデュガマークです。昔からこのデュガ、あ、1993年にパーカーポイント100を取ったんです。そこから急にドバッと、まあデュガさんの名声っていうのも出てきたのかなっていう、先代の時ですね。で今現在ですね、さっきの写真にもあったんですけど、ベルトランさん、長男ですね、長女のレティシアさん、非常にメガネが特徴ですごい可愛い感じの服が作ってる。でジュブレシャンベルダの15区画の畑を持って総合ブレンドして作ってるっていうのが特徴。平均樹齢も70年で、多い古希だと100年の木もあると。まあちょっと細かい情報はね、いろいろもうとりあえずこれまでにしてって感じなんですね。で本人、現当主のベルトランにも聞いてるんですけど、薄馬の年、特に2021って生産量も少なくて、バンダンジュ収穫を早くしてるんですよ。要は秋の収穫時期にブドウが成熟した時に雨が多かったりとか、カビが発生する原因にもなるんで早く、そういう時っていうのはやっぱ、まあ超完熟を待たないで収穫するんで薄い年になるんですよね。過去ずらっと見てる中で、2010年代以降は2013、2017、その次が2021、いわゆる難しい年って言われてるんですけど、薄馬を代表するブルゴーニュの中でもクロード・デュガって言ったら絶対挙げたい生産者ですよね。そのさらに薄い年っていうのが僕大好きなんですよ。いわゆる評論家さんとかは長熟ヴィンテージを好む傾向にあるので、あんまり評価はされてないかもしれないんですけど、こういう純粋な悪い年は悪い年なりにっていうのが、逆に本当に良さが出てるっていう。でね、21と20も今在庫あるんで、こうやってね、同じブルゴーニュでもジュブシャンでも見比べても、21ってね、こうやってね、色と透けるんですよっていうぐらい、ね、やっぱ薄いんで、いわゆる早飲みも可能だから、僕的にはね、グリオットまで全部買いたいなと思ったんですけど、めちゃくちゃ1年以上前から気合い入れて21は絶対買うって言ってたんですけど、
ブルゴーニュルージュとジュブシャン、これは比較的豊富にあるんですけど、まあ値段ももちろんね、為替とかも含めて上がってますけど、キュベマリー、これも畑見せてもらったマリーとシャルムシャンベルタンだけしか、あと白手に入んなかったです。あとはもちろんグリオットもシャペルシャンベルタンも、ラボーサンジャクとかねあるんですけど、残念なことに、はい、個人的にね、うちは仕入れられなかったですけど、仕入れてるところ買っちゃおうかなと思ってるんですけども、2021年のデビューも過去に載せてるんで、ちょっと概要欄にコピペなんですけど書いとくんで、ぜひね、僕のこのワインチャンネルで一番紹介してる生産者なんじゃないでしょうか。はい、では、10月に飲んだので10ヶ月ぶりです。10ヶ月、瓶熟されて日本に船で渡ってきて早3週間ぐらいです。行ってみます。予想通りむっちゃ透明がかってます。わかります？ちょっといや薄いよ、ロゼとまでは言えないですけど、本当にね透明がかった色合い、ちょっとシャツの色に透明がかってますよね。はい、めちゃくちゃ薄い。20ともちょっとね比較した色合い出したいなと思うんですけど、はい、このね距離感3、40センチなんですけど、香りプンプン、うん、全然開いてますね。うん、若干香りでほんのり還元してる感じ、いわゆる酵母感だったりとか、おそらく1日2日寝かした方がいいかなっていう還元がちょっとだけ出てます。蔵で飲んだ時のマリーとかもっともっと還元したんで、まあ、それと比べると比較的1年たあの熟成されてで、あのついてきたのかなっていうのはされてて、めちゃくちゃ美しい。果実で例えるならイチゴ、香りだけでは強烈な酸は出てこないんですけど、ほんのりねちょっとお醤油感っていうのも出てますね。期待を裏切らないと思います。去年よりも1000円以上上がっちゃってるんですけど、ブルゴーニュルージュね、やっぱね好きな人は絶対高くなっても買うと思いますんで、いやでは飲んできます。うん、健在ですよ。めちゃめちゃシャープなさ、多分ジュージャンとかになったらもっともっとシャープだと思うんですけど、強烈っす。でやっぱね特徴出てますね。タンニンもすっごい穏やか、もちろんないわけじゃないけど穏やかだし、苦味はちょっと出てるかなっていう、周年性っていうのはあんまりなくて、意外感っていうのはなくて、すごい透き通ったミネラリーな、これ塩っ気のミネラリーと、あとはねスムーズなタンニンっていうか、スーッと抜けるような色合いで、終始酸はシャープで、もうこの綺麗さに圧倒される。ただ果実類のやっぱね糖度がそんなに完熟してないので、比較的熟す前に作ってると思うんで、おそらくアルコール度数っていうのも低いんじゃないかなと。ちょっとね持ってきますけど、ゆえにアルコホリックな感じとともに甘さっていうのはあんまり感じれません。めちゃくちゃ綺麗ですよ。逆に言うと濃いワインが好きとか薄いワインは嫌いって人は飲まない方がいいと思います。っていうぐらいやっぱこんだけ綺麗に美しいとね、本当にあのジブシャンの景色がもわーっと出てくる、いわゆるテロワール感、粘土っぽいニュアンスもあるし、石灰岩以外のおそらく酸が出てるような、ね、素晴らしいニュアンスも出てて、めちゃくちゃうまいです。ちょっとスモモとかね、そんなニュアンスもあって、これね実はねもうちょっと甘みとかちょっとは乗ってるかなと思ったんですけど、期待を裏切らないぐらい21らしさが出てて、梅干しに合わせたいと思ったんですけど、もしかしたら20とか濃いヴィンテージの方が合うかもしれないですけど、今年ね2年ぶりに梅仕事やってつけて、土用干しして梅酢に戻して2週間の梅があるんで、これと合わせてみたいと思います。はい、これが
使ってますよ。今年の梅です。めちゃめちゃシンプルなね、ミネラリーなヴィンテージなんで、これはですね、あえてプレーンでいってみたいと思います。鰹節の複雑感はいらない。ではでは、いってみます。まだまだ全然若い、皮もまだね、硬いんで、もしかしたらもう一回干した方がいいかなっていうぐらい。ただフレッシュで、塩味とかもちろんしょっぱいもある、酸っぱいもあるんだけど、タンがまだすっげー生き生きして酸っぱいから、めちゃめちゃシャープ、シャープな酸。出来たてとかこういう若い段階で食べるっていうのも、自宅で作ったからこそです。では、これとぜひ合わせてほしい、クロードデュガー酸が超シャープなワインに合わせてほしい梅干し。クロードデュガーさんにも日本からのお土産は梅干しを持って行ってますんで、はい、行ってみます。若い梅の酸が乗った中で、マリアージュポイント150プラス。酸は同調する、全く喧嘩しない、もう即抱き合ってます、酸同士が。でタンニン、穏やかなタンニンと甘さがほわーって味わいが盛り上がってきてて、今の余韻が梅とワインがまさにマリアージュして、口の中で漂ってる、まさにフランスと日本の架け橋、スーパーウルトラマリアージュ150プラス、今までで最高レベルです。ぜひ皆さん、2021年僕がプッシュします。ブルゴーニュルージュも最高、ジュブシャンもまだあります。ご連絡ください。乾杯。余ったら僕が全部買おうと思ってて、先月からお金貯めてます。マジで買っちゃいます。9月までで残ったら全部僕の世代一気にしたいと思います。そのぐらい2021年本当に好きです。